はい。では、4月3日の19時、ちょっと前ですね。えー、これ見てみましょうか。あ今朝の予告も込みなんで、えっ、ー、と、BTC と ETH もやろうかな。IT じゃない。XRP もやりますんで、後半の方もお楽しみに。はい。ここのゾーンで、跳ね返って上昇していってますよね。で、この上昇は取りに行かないんですよ。上昇して上昇して、ここの今、ゾーンに当たってます。ゾーンは、ここです。 このゾーンに当たってヒゲ、えー、を出して下がっているのかなってことですけどもこれを突き抜けるようでしたら今度下がるべき点っていうのが下がるんではないかなと判定を狙うべきところが106円あたりのところに,ここに、ね、106円の460あたりのところにあるのとこれも突き破るようでしたら今度は一番上ここでですね 107円あたりでドーンと今度は反転を狙っていくと。ですからここの今の絡み合ってるゾーンを突き破るときは反転を狙うところが2つあるということですね。でもおそらく第一予測ではここのゾーンを突き破らずにここから下がっていくんではなかろうかと思ってます。下がるところはどこかというとこの105円のところですよね。105円650のところを突き破って今度は ここまで行くと思います。N を書くように、ドンと下に行くと思います。105円の290から300ですね。ここの加工を狙っていきましょう。ですからこれがですね、本当に、えー、あと、これ1時間足ですから、この赤いのがですね、ヒゲを出して止まったら、次の陰線か陽線かわかりませんけども、そこのタイミングで売りに入ります。 売りに入るんですけども、私ね、19時から出かけないといけないんで、予告だけをして、予想だけをして、エントリーせずに、今日は涙を飲んで、この場所を離れようかと思います。さあ、次なんですが、あー、これですね。えー、これは BTC です。BTC いかがでしたかえーと、78万円っていうところがですね、ありますけども、私はだから85万とか6万とか、あこの辺がですね、 ブレイクポイントになるのかなと思ってここを超えるようでしたらああ上昇波動に乗って買いをどんどん取っていこうかと思います今78万ですよね、えー、だから68万から反発して78万10万までこ1日で上げたわけなんですがまあ、これはですねまあ、予測の中になくはなかったんですけどもこれよりは下がらないだろうなって思ったぐらいで 1>, まあ1日でこんな10万も上げるとまでは思ってなかったんでエントリーしてないですけどもここからですねえまあ1日予想を見るって言ったんで明日なんですけども明日80万円前後まで行くようでしたらこれは買いを入れていってもいいかなと思いますけどもそれでも慎重に85万に行くまではまあ上がるだろうけども買いを見ていかないっていう戦略ですもう下がることはもうないんではないかなと思いますよね特に下がっても68万までが限度で あの理由はこの前言いましたよね前回言いましたけどももう完全に損切りと利益確定っていうのは大幅済んでいて、えー、ここからした68万からしたっていうのは随分前あの去年の7月とか8月もうちょっと前ですよもうちょっと前までに仕込んだ人のものなんですよ、まあ、ですから漏売して売ることが少ないですから うん、まあ、持っててくれるんではないかなと思います。70万前後で持つ人は持ってるんではないかなと。多少含みゾーンが出ても持っていってくれると思います。ですんで、ここはもう割らないなと。七十万、だから60万から70万、65万から70万の間で、そういった抵抗ゾーンっていうのがあるかなと思ってたんですけども、うん、やっぱまんまとですそこを跳ね返って今、うん、まあ、78万から80万のあたりに入ってきましたね。 ま、ここで割っても、割何、買っても悪くはないんですけども、もうちょっと上昇が確実になるまでは待っとこうかなと思うので、85万とか87万とか、この辺までは、この辺に来るまでは私は手を出しません。えー、もっと言ったら86万、そうですね、88万ですね。88万突破したら買いでどんどん仕込んでいきます。で、次が、あーっと、 と、XRP ですね。XRP は申し上げたように、今でももう買いなんですよ。で、五56円ですよね、今。56円以下の波って、これ、こんなちょっとしかないんですよ。それまではずっと、この辺ですから。ですから、ここで、買われた方、売られた方が、うん、まだね、えー、たくさんおりますんで、えー、今から仕込んでおいてもいいんじゃないかなと。値下がりしてもね、そんな、20円、まあ、最悪20円ですよ。で、ね、20円いかないと思いますけども、 っってて円前後まででなんですよ、下がってもで。今から16円下がるっていう可能性があるぐらいです。に対して、あくまで長期なんですけども、1ヶ月とか6ヶ月みたいな長期なんですけども、上昇はですね、十分100円を突破して200円とか300円とか狙っていけるところなんで、リスクリワードをむちゃくちゃいいんで、えー、長期で考えられている方あ、例えばあ今年のですね、12月31日まで持ってるぞって考える方は、 リップルをきちんんととと仕込んでおくことが勧められるかと思います当然私買いますけどもねえー、買えるのかな今買いますねうん買いでいいわけじゃないですけど何個買えるんだこれ何個買えるのかなそれは10個は買えると思いますけど100個ぐらい買えるんですね100個は買えるたまたま入ってるんで うん、で100個は買えるんまだまだ買いますねうんはいまあ買わないですけどねもうちょっと様子を見ます明日まで様子を見るっていうふうに XRP の方も言いましたんでね待っときますまあ今日はこんな感じです、えー、動きを確認したということで動くのはあ動くっていうかエントリーするのは、えー、エンドルもそうですけども XRP も BTC も明日です明日お楽しみに